こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。ね、今回はなんか雨滴るということで、久々のカーラーでございますね。うん。まあ、警察とね、コナーから逃げをせたところですけど、あとトットから逃げて一晩明かしてということでね、なんか2日連続で雨降ってますね。うん。で、ここどこよ。急になんか怖い洋館みたいなところにたどり着きましたけど、ここどこ？なんかすげえ怖いんだけど、なんかもうなんかね、あのね、ジェリコだっけ、マーカスのパートでやったあの船のやつ、あれをプレイしてから、デトロイトはホラーゲームだっていうね、もうなんか、すごい警戒心が高まってしまっているというところなんだよね。ちょっと入る前に。あ、ごめんなさいね。イヤホンがすごいね。コントローラーと引っかかっちゃった。後ろからケロベルス来てないよね。それ違うゲームで。あ、ディズニーランド。え、シンデレラ城じゃないあれ。プロジェクションマッピング。あ、もしくは、あの、あれだ。シンラカンパニーだ。魔法エネルギーのところですね。あ、ピンポン。ピンポン。ピンポーン。もしもーし。誰かいますか？あいつ、ちょっと、ずらとこ。ずらとこ。なんだよな。助けて。まず名乗ろうぜ。そうだよね。そうですね。それはそうなるよね。名乗らずに急にいきなり。助けて。後ろに小さい女の子もいる。わかったよ。めっちゃ優しい。いいの？いいんだ。すいません。お邪魔します。まあ、か弱い女性とね、女の子だからね。うん、すいません。お邪魔します。Come on in. Don't be shy. うわ、めっちゃいい人。うわ、超金持ち。すげえ。進めない。まあちょっと、あ、早速散策をね、するっていうのが、やっぱり、伝統だよね。なんだろう。ヒストリー・オブ、とりあえず本並び替えたら、後ろに隠し通路が出てくるとか、そういうオチかな。なんか、すっごい遠くに映ってるね。こんな距離じゃないでしょ、鏡多分。うわっ！なんか、誰か地下牢に監禁されてそう。うわぁ、なんだ、あとはなんだろう、これ。ね、遠慮なく入ってって言われてんのにね、いろんなところ散策し始めるっていうね、すげえ、やばいやつだよね。わぁ、綺麗、一別だけくれて戻ります。そしてシンデレラ城が見える。あと、お、ダチョウ。これ本物かな？剥製だったとか。あ！ズラをかぶる前のズラとこさん。その、いや、まず、通に点々じゃないから違うか。あ、お嬢さん方のコートをお預かりして。うわ！なんかごっついの出てきた。うん。ビッグフレンドオブミ。はいはい。え？てか、アンドロイドいるんだったらさ、なんか、得体の知れない人がこう、コンコンって入ってきたのを、本人が出ずに、なんだろう。うわぁ、すげえエロい目で見てる。まあ、アンドロイドなんだけどさ、あの、本人じゃなくて、このルーサー出したらよかったんじゃないのかな。くつろぐといい。おぉ、ホームだって、まあ、家のようにしてねって。まあ、後ろにあんなごついの叩かれたら。ズラトコさんって一体何なのよ。アンドロイドが助けてくれるかもって。ズラトコ。あれか、ゴミ収集車で消えたやつか。あいつが言ってたのがこのズラトコさんってことか。ああ、そう、変態です。変態の人間です。むちゃくちゃ言ってる。で、安全な場所に行きたいのか。それは安全な場所に行きたいわ。
I hear Canada is very lovely at this time. 安全なとこに行きたいな。Beautiful landscapes. Open spaces. ちょっと黙ろうか。And no android laws. Great place for a fresh start. Yes, that's exactly what we want. Of course. Well, I can help you. But first, we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours, and then you'll both be safe. Come on. Follow me. まだでも若干あれだね。でも手は振り払った。若干でもあれだね、まだチカロウか。リサ・トレバーにボッコボコにされるかもね。まあ、それはいいとして、雲の巣いっぱい張ってんな。じゃあ、住みかじゃないとか。でも、住みかだよね。あ、ビリヤードやりたい。なんか読むものありそうかな。早く行かないと怒られるかな。あ、また並び替えたら、隠し通路が出てきそうな場所。まあ確かになんかちょっと廃墟っぽいもんね。あえてそういう見た目にしておくことで、まあ誰も近寄らないと。ただ知る人ぞ知る隠れ家みたいな、そんな感じになるのかな。まあいいや。じゃあちょっと地下で改造されてきます。何が待ち受けてるかすごい楽しみですけどね。ドゥルン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 。あは、好きな人いないと思う。安心。あ、警戒。ああ。警戒しちゃったよ。まあでも、アンドロイドが、教えてるっていうことは、あ、安心なんじゃない？うわ、なんかめっちゃ家畜とかいそう。家畜いっぱいいそう。ちょっと待って。アリス、どうした？そうだよね。なんかいろいろ見れ、後ろからルーサー来てる。大丈夫？おいで。なんだ？なんだ？ This way, please. アリスの様子を確認した。うん。ルーサー？ちょっと、こっち向いてよ。怖いじゃん。ちょっと待って。またこれホラーパートになる？ちょっと待って。アリス。おいで。ずらとこの機械に乗る。機械？ここ、ちょっと待って、ここに落とされるっていうオチはないよね。大丈夫？すげえ警戒してんだけど、今。機械、これあれじゃん、次元転移装置じゃん。If you could just stand over there. 未来に持ってかれるんじゃない？ほら、なんかもう、だってさ、後ろにいるの完全にターミネーターじゃん。じゃあ、まあ、覚悟決めますか。乗ります。ブーツが、ちょっとお乱れになってるね。右はちゃんとはまってんのに、左は、逆？左はあれだよね、ちょっと若干外れてるよね。痛いとかあるの？完全に拘束されてる。わあ、触手プレイでも始まる。あれ？アリス？不思議というか。どういうわけかは知らんが、トラッカーは兵隊になると機能しなくやる。はい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 。どういうことどういうこと、は？ちょっと待って。やっちまった。壊されるオチだった。はい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 。ってことですね。
little experiments. やっちまったな。I forgot about the child. うわ、やっぱり悪いやつだった。I'll deal with it later. で、あとだってどういうこと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 。ちょ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 っと待って。A deviant that wants to be a mother. That's so sweet. ちょっとルーサ、ルーサ、記憶を取り戻して、君は子供を守るためのスーパーヒーローよ。おっちょっとどっうわっ、なんかできないの、なんかできないの、リセット 1%、2%、 おっ、なんかできること、近い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 、おっぱい触らないで、変態変態変態、夢ってやつ、あ、いや、あの、どういうことどういうこと、あー確かに、あの、これが現実だったらいいのになと思ったりするんだけどな、これ手伸ばしたらなんとかならないのかな、え、無理、近い、毛が濃い、ちょっと待ってちょっと待って、やばい、 10%、 え、もう9分の1、大丈夫、10分の1しか覚えてないよ、あ、ちょっと待って、メロディー、あ、メロディーじゃない、メモリーの破損、あれ、こんなのあったっけ、ちょっとルーサー、おお、ちょっとセクハラです、カメ、ケレ、玉潰せ、玉玉を潰すね、あ、ちょっと、じゃあなんであのアンドロイドずら、あ、Meet me in the living room. リビングルームに行きたくても、あの、初期化されちゃってるんで、あ、おはようございます。ここから逃げる。ここから逃げるためにはどうしたらいい？あ、さっきと、ショートさせましょう。ショートさせるためには、あ、よし、おせ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 、あいつも足を拘束しときゃよかったのに、ざまあみさせ、え、あ、ちょ、急げ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 、今なんか 75% くらいまで行ってたよね、急げ、よし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 、でよ、あ、違う違う、こっちじゃない気がする、あ、違う違う違う、こっち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 、わい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 、あれ、あー、やっちまった、遅かった、初期化されてしまった、やっちまった、とりあえずリビングでルーサーに会うっていうことだけをやろう、これでも記憶戻せる、あ、覚えてる、あ、安心させて、その記憶は覚えてる、あ、私は&マイナスプラス、ずらとこに夕食を出す、え、初期化することでそういうオチになるの、あ、ちょっとなんか出てきた、檻を開ける、開けたらどうなる、ここであれかな、ずらとこう許可消された、記憶は消す、あ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 、思い出して、カーラ、え？はい、化け物です。あの、いや、思います。え、あいつこそが、なんだろう、化け物。え？ちょっと、あの、どうしたらいいの、これ。あ、どうも、カーラです。
そうですよね。あなたたちが見てたの、裸になるとこんな感じになるのか。で、こん、え、でもズラとこどこ行ったのよ。ズラとこに夕食は、夕食は合うじゃねえ、夕食を出す。なんかジャッキー・チェンみたいな、あ、違うな、どっちかというとシルベスタ・スタローみたいなのが立ってる。わあ、初期化させてしまったか。ってか 1% から 2% に上げるのあんなに遅かったのに、初期化完了まですげえ早かったな。あそこで緑とね、黄色の線を間違えてしまったのがちょっとあれだったな。見て思い出せる自分のこと。私、ここはどこ、私はだ。あ、髪の毛切った、記憶。全然初期化できてないやん。不十分じゃん。私、なんちゃらかんちゃら。まあ見たところで思い出せはしないわな。これを見ても仕方ないし。リビングルームに来い。今にいるルーサーに会う。あ、ルーサー。ずらとこいない。ずらとこいない。ああ、そうなんだ。持っていけ。Yes, うわぁ、仲間にされてる。あれ、ルーサーに会うって、それだけ指示を受けたズラとこ、食事に何盛り込むのよ。夕食どこ、これか。しゃあない。持ってくか。ちょっと待って、なんか見れたね。タバコか。あ、一個一個思い出すんだ。安全な場所。おとなしく従ってカナダ行っとけばよかったね。私、カー。私のな、か、か、いけるんじゃないこれ。無理か、見れないか。なんかちょっと一個一個思い出そう、一個一個。こっちは中庭だね。こっちは、開けれるけど、こっち開けたらやっぱまずくない？ちょっとこれを見て、なんか一個一個見て思い出せるものをこう、ちょっと増やしていくっていう。だから初期化って、その、例えば人間の記憶とかだったら、なんか一時的にその忘れてて思い出すみたいなことできるけど、アンドロイドとかってロボットだから、そんな初期化されたことでパッと思い出すとかそういうのできたりするの？それができちゃったとしたら、よっぽど、機械はポンコツじゃないかなって思うんだけど。まあ、いや、とりあえずなんか行ける場所があったんで、こっちはまだ行ったことなかったし、開けてみようか。雨に、ドボドボに濡らしてから行くみたいな。所有者と残る。あれ？あ、そういうことか。逃げる可能性も作れたってわけか。だから逃げるっていう選択肢も持たせることもできたけど、今回はもうちょっとやっちまったから、食事を運んでいくしかないということですね。やばい。くしゃみ出た。くしゃみ出るって言いたかったのに、くしゃみ出た。くしゃみ出るって言う前に、ヘクシー。部屋はどこ？ああ。お、びっくりした。びっくりした。もうアリスがすでに解体され始めたのかと思って。もう心臓に悪いわ。めっちゃ見てくんじゃん。うわ、これが見えてたとしたらあれだったんだね。残骸処分しよう。はい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 。惨敗。あ、ちょっとずつ記憶を思い出してる。私の名はか。隣の部屋に残骸を持っていく。前になんかできることはない。無理か。食事投げつけたらいいんじゃないの。無理か。持ちます。ルーサー、早いな。ルーサー来るの。I should be done here in 10 minutes or so. I'll have a look at the little one, see what I can do with it. Understood, Zlatko. I'll bring you the little one in 10 minutes.やばいな、残り時間10分。うわ、リアル時間か。
ハイズリゾンビいる。やばいやばいやばい、10分以内に見つけ出さなくちゃいけないけど、その10分でどこにいるかだな。あの女の子は誰？あの女の子、あの女の子どこよ？そのあの女の子がどこにいる？あ、あ、あ、いた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 。近づく。いる？違う。アンドロイドのなんか、あ、これを逃がして暴れさせたらいいんじゃない？俺を開けちゃおう。食べられない？食べられ、あ、ホッキョクグマ。ホッキョクグマ。あ、こいつがなんか多分キーになる。で、どうしたらいい、どうしたらいい。9時14、残り9時。え、く、え、なんかすごいいっぱいある。いっぱいあるけど、アリス？アリスじゃない。ちょっと待って、ちょっと、こんな時に引っかからないで。なんかもう面白い動きしてるからもういいや。アリス、アリスどこ？首。お前こそ何してるんだよ。お前こそ何してんだよ。ああ、わかったわかったわかった。あ、ブーサ。あ、ここ？いた？いる？いない？いやー、こんなの読んでる場合じゃないよね。でも読む？いやー、ちょっとこれはもう動画を止めてみてください。そんな時間もないと思いますんで。アンドロイドが頭脳を変える。はい。はい、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 はい。嫁、命令型コミュニケーション。で、特に若い世代。はい、はい、はい、オッケー。もうこれで大丈夫だね。皆さん。あと何分？あと8分11秒。違う！読まないよ！読まないよ！急いで！何してんの？急げ、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 急げ。アリスを見つけろ、アリス。アリスを見つければ記憶を思い出せるはずなんだよ。アリスどこよ？いるかな、アリス。あれ？アリス？アリス？残り時間。え？ちょっと待って。アリスを探し出せるような場所がない。調べる。アリス、インワンダーランドじゃないんだよ、アリス。アリス、その、あ、ま、あ、そういうことか、そういうことか、結びつく。まあ確かにアリスインワンダーランドわかるけど、その、今知りたいのはこのアリスじゃない。私はカー、私の名はカー、ル、ラ。調べる。あ、すげえ、手に持てた。これで？あ、ちょっと戻すだけかい。あ、ちょっと待って。急げ、急げ、急げ、急げ。なんかできることは？あとなんかできることは？思い出せ。あ、なんかある、なんかある、なんかある。つける。若い女性、警察から飛ぶ理由は明かされていません。世論、敵対、めっちゃ、これつけなければよかった。後悔してます。てか、これ、この間も時間進んでんだよね。あ、で、何をしたかっていうのが思い出せるんだ。で、パパパパパパパって走って、あ、思い出した。初期化は終わった。アリス。アリスどこ？アリスを探す。そうなんだよ。とっくにアリスを探してるんですよ。そのアリスがどこなのかっていうところなんですよ。廊下へ。目の前にルーサ立ってない。大丈夫？ちょっと、とにかくドアというドアを今、闇雲に開けてる感じするけど、アリスいた？あ、いた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 。アリス、逃げよう。初期化されてアフリしましたよ。どうやらあのロボット、ポンコツでした。そう、忘れるわけない。まあ、忘れたんだけど思い出しました。頑張った。いや、本当に申し訳なかった。それはもうお制しましょう。で、それはいいとして。あ、で、これ見つからないように行くのか。いいですか、皆さん。物音立てないように見てくださいね。どうやって行くか。よし。はい。あ、やばい。ってことは、こっちや。よし、オッケーオッケーオッケー、隠れる。隠れる。よし。What？ 子供が消えました。
近い。うわ、緊張感高まる。おー、やばい、見つかった。急ぎ。うっ、やばい、カッチカチや。ほっ、よし、オッケー。アンドロイド同士だったら負けない進出。ほっ、あぶれ。おお、マトリックスショットガン。ほっ、もうぶち殺す気満々やん。ほっ、あぶれ。ほい、うわ強い。急げ。あ、なんか入浴中ロボット。え、何？あ、予知能力か何かがあるのか。急ぎ。走ったって。今や。よし、オッケー。チャンス。あと残るはルーさんだけやな。えい。おっと。上げる。いやー、起き上がってきた。しゃがむ。危ない。やばい。なるほどな、これがあの、死ぬかもしれない。ああ、やっちまった。おーっしゃ、やっぱり、檻開けといてよかった。そしてそろそろ弾切れやな。あ、弾は切れない。あ、2匹で死んだ。あ、2発で死んだ。やばい。すげえ。危ない。おーし。うまい。上手。天才。これ、ずらとこのずらや。急ぎ。どっち行く。えっと、こっち、裏口見といてよかった。X、あ、違う、OK。てか、ルーサー走れないの？すごい、なんか、のんびり来るよ。あ、やばい、大丈夫。Go, Alice! No! I won't leave! Go! こんな時にわがまま言うじゃない。早く、後で追いかけっからよ。あー、裏口はもしかして間違いだった？あー、そうですね、失望しか残らないってやつやな。あ、ここでルーサーが、ルーサーが変異体になる瞬間。変異体になった。おお、ちょっと待って、急なゾンビ。アンドロイドたちの復讐、やっぱ開けといてよかったね、いろいろ。私です。すいません、私がやりました。これ何、もしかして食べられるの？うわっ、おお、さっきから変異体になりかけてたのが、急にあれだね、赤くなった。あ、赤から青に戻ったね、LED ライトが。なるほど、これ人間に復讐していく物語になっちゃってんのかな。これ結局じゃあ映画のターミネーターと変わりないじゃないですか。行けとかなるのかな。ああ、違った。ああ、何、従ってたふりしたの。あ、だから、なるほど、自分が何なのかっていうのを。あなた廊下で目閉じてたけどね。I know you have no reason to trust me after what I did. はじめから、そうだね。いやー、ちょっとでももう信じられないね。I could take you there. あー、仲間増えた。I could protect you. うん。I protect you. お前たちを守ってやるって。まあ確かに、こんだけごつかったら守ってくれそう。All right. I trust you.ところでズラトコさん、こんなとこで寝てるけど、何、ついにお亡くなり、それともただ単に気絶させられてるだけなのかな。無事で本当に、いやー、初期化されたってなった時は一旦本当に焦ったし、10分のタイムリミットマジで焦ったけど、まあ、無事にね、なんとか逃げ切ることもできたし、うん、全然あれだね、ルーサーがカーラの仲間になったっていうパートもあるし、これ逃げ切れずに破壊されるっていうのもあるのかな。あ、だからこれあれだ、クマを解放してなかったら多分ここの赤2つのところで止まっちゃってたかもしれないってことだね。
で、これ、裏庭に逃げたから、うん。あれだ。怪物がずらとこに襲いかかったんだ。オッケーオッケー。ってことは、バンジーオッケーっていうところにやってしまうんですね。だから見つからずに逃げられることもできたってことなんだな。なるほどな。ただ、カーラが階段にたどり着く。だからずらとこにバレずに逃げることもできたから、だからテーブルの下に隠れるのが下手くそだったってことですね。テーブル以外の隠れられるところがあるっぽいね。おお。ただ、ずらとこの家を探索してアリスを見つけるっていうところで、なんか、全然あれだね。あ、でも、結局メモリを回復するっていうオチもあるんだな。これが？カーラが初期化、あ、なるほど。初期化されずに行けると、いきなりアリスを探すっていうところのパターンからできるけど、まあでも、怪物がね、できたから、まあまあまあ、OK だったってことですね。わー、なんかいろいろ分岐があって面白かったっすね。うん。まあ、ああやってね、デトロイトの街の中をね、徘徊しているアンドロイドが、こう、ずらとこのところに行くように仕向けて、で、ゆくゆくは、自分たちの、自分の奴隷を増やすっていう、そういうね、やらしいやつだったってことですね。はい。まあ、なかなか激しいパートでしたが、アンドロイドたちの人間に対する復讐がどんどん始まっていくというね、パートになってきた感じがしますね。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。